岩根茂樹は日本の経営者、元関西電力社長、元電気事業連合会会長、森山英二との間の金品受領、便宜供与問題で関西電力社長を隕石辞任し、全館注意義務違反により損害を与えたとして、関西電力から総額19億円を超える損害賠償請求訴訟を受けた。大阪府富田林市在住、大阪府出身。 1972年大阪府立天王寺高等学校卒業1976年京都大学法学部卒業関西電力入社三浜原子力発電所3号機事故後の2005年に原子力保全改革推進室長となり再発防止策の取りまとめなどで当格を表し2007年に執行役員企画室長となる2010年常務取締役 2012年副社長、2016年関西電力社長に就任した。2019年6月には電気事業連合会会長に就任したが、金銭受領、便宜提供事件が発覚すると同年10月に辞任した。その後体調不良と称して、表舞台から喜劇者会見でも副社長を代役に立てていたが、2020年に第三者委員会から、 重大な責任があったと追求されるに至ると、関西電力社長職を隕石辞任した。2019年9月に発覚した高浜原子力発電所がある福井県大井郡高浜町の森山栄治女役からの八木誠会長、豊松州を乗れ、副社長、森中育夫副社長らの3億2000万円の金銭授受においては、金品ではなく、 非常に高額な記念品的なものの受け取りをし、小林隆元大阪地方検察庁検事生が委員長を務めた調査委員会の調査を受け、社内処分を受けた事実を認めた。これを受けて記者会見で菅原和彦経済産業大臣は言語道断、有々事態だと断じた。さらた豊志原子力規制委員会委員長はまだそんなことがあるのか、憤りを感じたとし。 関西電力の対応を批判した。関西電力幹部に流れた金品の拠出元となった建設会社の売上高は、無入札による匿名発注などによる原発関連工事の受注増により少なくとも6倍増となり、記者会見を行った岩根も、当該建設会社と森山条約が関係していたことを認識していたことを明らかにした。 また森山本助役の人権教育の教え子であることも自白した。また、2016年の社長就任時から関西電力コンプライアンス委員長を兼務していたが、TBS テレビ報道特集では関西電力のコンプライアンス委員会について隠蔽のための作戦会議と化しているとする内部、告発文書が紹介された。関西電力が設置した第三者委員会からも、 森綱平和助、八木誠らとはかり隠蔽を主導したとして、特に大きな責任があると指断された。2020年全館注意義務違反があったとして、関西電力から総額19億3600万円の損害賠償請求訴訟が大阪地方裁判所になされた。ありがとうございます。